まあカットっていうのは上からスイングを下に下ろしていくで強烈な下回転のボールを与えて相手のコートに飛ばすという打法なんですけれども、えー、確かにカットのボールっていうのはボールに対して強烈な下回転カット回転ですねこうカット回転を与えるから当然ボールの底をこするこのイメージを出すのはよく分かるんですけれどもこの場合 ボールが止まっている状態で、えー、ボールにカット回転を与えるならそれでいいとは思うんですけれども相手のボールはこのようにトップスピンがかかってるわけですね向こう側から飛んできているとするならばボールはこういうふうに回転をしていますこのボールに対してカット回転をかけようとしてボールの底にラケットを入れるとボールはどうするのかというとボールは後ろへ飛ぶんですね見といてください、えー、トップスピンかかってきてきボールに対して 今ラケットがボールの下に入りました、もう一度いきます。トップスピンに対して、ボールが、えー、ラケットの面が上に向いて、ボールの下に、えー、入ったら、ボールは後ろへ飛んでいきます。それで一生懸命、こするもんですから、カットが浮くわけです。ですから、えー、ロングの選手とカットの選手が、 まあ例えばボールのやり取りをした時にボールは一定方向にしか回転をしてないわけです向こう側からボールがトップスピンで飛んできますこのトップスピンのボールを向こうに対してカット回転カット回転こうですよねカット回転で飛ばします相手はまたトップスピンで打っていきますですからボールは常にこの回転しかしてないわけです それをイメージとしてどうしてもなんか向こうから飛んできたら逆の回転をかけるというイメージを、えー、指導者の人が持ったりするもんですから、えー、ボールの底にラケットを当てに行くんです。